さあ始まりましたブラックパイナイソエスの YouTube で、はい、どうなったの今日は、ちょっと壊してよ聞きたい、気になってるやっぱりだって俺はこのドラマを単純に全部見てるか、はいはい、この裏話みたいなのはあんまさあなるほどね当時はやっぱ俺出てなかった悔しかったからその聞けなかったわけですはいはい、はい、今回ちょっと15年ぶりに、はい、15年前のことだけどまだ覚えてるっていうことの方がさなんか相当印象があるんだなって、ね、ああなるほどちょっと聞かせてくださいはい、うん、うちの親もねずっと見ててくれたらしいんだけど、うんうちの親でも気づかなかったシーンとか結構あったりするんで、うんうんうん、ちょっとぜひ全部お前の親だけだよお前の親と俺だけだよお前を探しながら見てる人は単純に本編も面白いしね本編も面白いですだから15年ぐらい前で見ただけだけど、うん、結構覚えてるだから俺ドラマなんてそんな見ないけど、うん、だから二宮くんがめちゃくちゃ貧乏で、うん、兄弟がいて、うんはいはい、それで桜井くんがめっちゃ金持ちで、はいはい、それでなんか多部未華子さんがだからマドンナ的な感じだね、はい、でその、まあ、貧乏な山田太郎、うんまあ、二宮君を好きになっちゃうっていうね、うんうん、それでは校長とかとも接したりしてて、うん、なんかねでクラスにはバレてないのよ、うん、その貧乏が一応ねあそうかここ貧乏な人が入れない学校だよここめちゃめちゃお嬢様なんでバレてないんだっけあのね別に家とか基本行かないしうん、バレてないでいただきまーすとかでなんかボロボロの家でみんな食べてそう食べてんだけど別にそのでソフィアの松岡さんがお父さんだったんねそうそうそうあの当時の松岡さんなんてさ、うん、いくつなんだろういくつなんだだってめちゃくちゃ男前だったよ、うん、え本当にお父さんって感じだもんねいやお父さん役なんてやるんだと思ったそうそうえでも若いんじゃない下手したら40ぐらい今の俺らぐらいだと思うえじゃあ今え55とかそんな言ってる？いや、そうじゃなかったら高校生のお父さんっておかしいでしょ。おかしいね。うん。だからまあ、なんか多分、あれどっか行ってるとか、で、たまに帰ってくるとかだっけ？ああ、そう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 、そういうのも。で、別に二宮くん的には、隠してるわけじゃないのよ。うん。別に、ね、聞かれたら答えるスタンスなんだけど、誰も別に聞いてこないし。で、桜井くんはめちゃくちゃ金持ちなんだね。めちゃめちゃ金持ち。なんかジーヤとか言った感じ、ね。そう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 。家にね、お手伝いさんとかいるような金持ちだから。じゃあちょっとなんか裏話ないんですか裏話撮影中、だから、うん、もちろん、うん、ドラマで見てるって、うん、っていう思い出はあるかもしれないけど、うん、実は撮影中、こういうことがあったんですよとか。うんうん、あのね、うん、俺から一回だけ喋りかけたことがあって。誰に二宮君に。やめろ出てけいいなら喋りかけるぐらいよ。やめけ。どっから抜けるの？いやいや、その、俺は今、テレビ局のスタッフ。なんでだよ。お前から喋りかけたのは。いいでしょ、喋りかけたって。なんで？一応同じクラスなんだから。え、なんで喋りかけたの？え？それ、まずそれ聞かせて。いや、場合によっては本当、うん、コンビだけど、そこはもうちょっと。いや、まあ挨拶は普通にさ、おはようございますぐらいはするじゃん。まあ別にさ、それ一応共演してたから。いや、するっつっても、その、全体にするにはちゃんと一人一人するの。え、俺が？あ、二宮君。みんな。うん。まあ、クラスだって40人バーってあります。ああ、それはしない。でもまあ、普通におはようございますぐらいの。その現場に入る時、ね。現場に入る時とかね、うんうん。はあるけど、一回がっつり喋りかけたことがあって。なんで？いや、それは、その、なんで、まだ喋れるのよ。あの、うん、これ15年前なのよ。はい。これ、撮ってたのがね。もちろん、だって流れてたのも15年前だからね。はい。で、その時に、うん、僕らで、うん。嵐の宿題くんっていう番組の前説をやってたのよ。これと同じ時期？同じ時期なの。え、じゃあ、うん、昨日撮影だったねみたいなこともあるわけ？だから週何回もあったりするってこと？そう、まあ週2とか。じゃスケジュールが2番組一緒ってこと？そう、こっちは前説だけど、そう、一緒だったのよ。まあまあそうね。だから俺らは、その嵐の宿題くんの前説を多分3年間ぐらいやってたから。3年半ぐらいやってたね。そっちでも会うし、うんうんそっちでも。また俺はそっちの現場は行かないけど。そうですよ。こっちはまた、あ、明日も会うな、っていうのがあって、で、もうほぼジャニーズじゃん。週2回はね。週2回はそうだった。で、それを、二宮くんに言ったのよ、うん。え、あ、気づいてくれてるかなと思う。多分分かってないじゃん。まあもちろんね。だってな、うん、台本見て内藤正樹って言ってもさ、うんうん、別に分かんないし。で、言ったわけよ。おはようございますと。あの、すいませんと。うん。あの、僕今、嵐の宿題くんで、毎日やらせてもらってます、うん、ブラックパイナーのライトなんですって、うん。あーつって、何やってんのとかって言われて。そう。だってまさかクラスメイトが毎日やってると思わない。思わないもん。そうそう。で、すごくびっくりして。だ芸人が俺だけ
だったから、うん、あとまあみんな役者のこととかだったから、その時はさ、うん、お前はどれぐらい心臓バクバクしてるわけ、もうめっちゃドッキュンもう半端ない、今日言おうって決めてんの、いや もしなんかその喋るのもなかなかさ機会がないわけよ、もちろんだって向こうは主役だから、うん、めっちゃいろんなシーンあるし、こっちは、うん、なんていうのそのシーンの後ろ側で待機しなきゃいけないから、うん、なんか近づいてったら変だもんね、そうそうおかしいじゃん、うん、だから喋るチャンスがなんかありそうな雰囲気の時に喋ろうって思っててそれでそのチャンスはいつ来たの、そのチャンスと、だって下手したら、まあ、無視はされないだろうけど、うんうんうん、まあ、は可能性はあるじゃん、別に、まあ、ちょっと今忙しいんでねとか、うん、今次のシーンが大事なんでとか、うんうん、なんか、あ、どうもとかってだけ言っても全然おかしくないけども、めちゃめちゃ快く対応してくれて、え、なんて言ったの、本当だとかって、なんでいんのみたいになって、いやいや。超優しいじゃん。そんなテンション上げてくれたの。めちゃめちゃ出てる。向こうからさ、主役、だって、うん、両番組ともバラエティもドラマも主役なんだよ。そうそうそう。で、前説とエキストラなわけじゃん。が喋りかけてきたら、なんなら別にまあ、二宮君はそんな態度しなくても、周りがさ、ちょっとやめてくださいとかさ、うんうん、まあやめてくださいみたいな。まあまあ言わないにしろね。まあまあちょっと今、その撮影中なんで、うん。忙しいんでねとかって言ってもね。かもしれないのに、そんなに、うん、とかって。そうそうそう。言ってくれて、初めてと国民的スタートを喋らせてもらったと思って、ドキドキしましたよ。それで、うん、したら向こう、じゃ次さ、うん、嵐の宿題君の時に会った時は、うんうん、あ、昨日のみたいな雰囲気はある。あ、だからちょっと挨拶が笑顔になってくるよね、うん、ただそれで、まあ、二宮君に言って、うん、その2時間後ぐらいから、うん、ちょっと桜井君にも喋りかけて調子乗ったんだから二宮君で味を占めて無視はされないと思って嬉しかった嬉しかったから、これはやっぱ桜井君にもやっぱ報告しておくべきだと思って、ちゃんとそう会った時に、あ、すいませんと、うん、嵐の宿題くんで毎冊やらせてもらってます、うん、ブラックパイナイスズナイトですと、うん、わー本当だーとか全く同じリアクションじゃん、いやめちゃめちゃテンション上がってくれて、よろしくねこれからねって言ってくれましたよ、いやだから多分さ、うん、まあ二宮くんもそうだけど、桜井くんなんてさ、うん、頭もいいじゃん、まあ二宮くんもいいだろうけど、うん、だからなんか多分記憶力がだってさ、俺だからしたらさ、うん、なんつうの、芸能人に会うなんてさ、うん、まあ、いわゆるそんなにないわけじゃん。まあ、まあ、ないね。あと、まあ、もちろん、もう知ってるわけじゃん。単純に。そうね。そうね。向こうはさ、うん、その、前説で、うん、ので、多分一瞬で認識しただけでしょ。そうだね。だから多分台本とかも一応書いてあるけどさ、うん、それよりも番組の内容を見るわけじゃん。うん、それでさ、おーって言うってさ、多分、結構、うん、だって、何番組もやってるわけだからさ。やってるね。他にも前説あったり、うん、ドラマをさ、君なんて、まあ、人生で一回だけだけどさ、そうね、でも向こうはもうシーズン後にいろんなことやったりしてんのにさ、そのリアクションしてくれるのが超優しいよ、いや本当だってさ、毎節やってるって言ってるけどさ、喋、うん、ったことはないわけじゃん、うん、本当にさ直接本人たちと、でも挨拶は言ってた、挨拶、まあ挨拶ぐらいでしょ、うん、まあでもそれ言ったら、うん、あのじゃあこれ今度嵐の宿題くんの話もしようよ、うん、いっぱいあるもん、まあまあ確かにね、俺はっていうか、まあ本当、うん、それこそまあ、最終回とかの話もあるし、あ、まあ、やつやってた時の話もあるし、はいはいはい、まあだから今その話もしちゃいたいけど、うん、もうちょっと長くなりすぎちゃうから、そうですね、今どれぐらい、あ、今これ25分回ってます、はい、だからちょっともうちょい山田の物語でも、さすがにね、うん、なんか言い残したことがあれば、他にはなんかこの弁当がこれ美味しかったよとか、はいはい、やっぱなんだろうな、うん、やっぱすごいスターだからマネージャーさんがいっぱいいるとかさ、いや、なんか本当にね、いやすごいと思ったのが、まあまあ、うん、そんなにだから毎回出てるわけじゃないけど、ずっと一緒にいるわけじゃないけど、うん、多分2人とも一回も噛んでなかった、いわゆるそのセリフを間違えて NG ってのは一回もなかった、まあ、ビビったね、それは。だってお前後ろでさ、うん、なんつうの、あれ無声で喋ってる、声出して喋ってる、まあ、まあ無声、無声なのに多分噛んでるなってあったちょっとやってん、そのシーン、くせ盛り上がりすぎなんだお前、いつもいつもマジでその演技だから、俺が何回確認したの、難しいんだよ、いつもこの休み時間でこればっかじゃないから、もっとなんか自然に、いや、シュートしてんのもおかしいからさ、やってたけど、いやすごいよ、うん、本当にパッと来てさ、パッとさ全部やってさ、やっぱスターってそういうことだもんね、いやすごいよね、あれができるってさ、だっていっぱいみんな見てんだよ、うん、
めちゃめちゃ見てるよ。いやもうだってそんなのやっぱさ、そのジャニーズさんのそれすごいなと思うが、うん、やっぱさ、だからライブでさ、もう何万人っての前で歌ったりとかさ、うんうん、踊ったりとかしてるから多分、うん、もう下手したらクラスで30人とかさ、うんうん、あまあスタッフさんいたらもっともちろんいるんだろうけど、うん、もうそこに対してのはないんじゃない、緊張とかその数字もうスターだから、そういうことでレベルじゃない、だってもうこのカメラの向こうでは何万人何十万人が見てるわけだから、お前のことなんて俺とお前の母ちゃんしか見てないのにお前は緊張してんだから、はい、やってましたよ本当に。まあでも本当に今見れるんで、うん、パラビで、はい、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。お前が告知すんなよ誰なんだお前、映ってるから、はい、映ってるんで。じゃあちょっと最後自分の名前言ってください。僕、の名前は、自分の名前覚えたか僕内藤正樹なんですけど、この時は、はい、春川流星役で出てますんで。その当時はさ、春川流星って言われたら振り向けた、春川って言われたら、いや振り向けなかったね、慣れないし、そんなもうほんと数回とかだったから。春川流星ってさ、俺のイメージだったらもっとかっこいいと思うだってちょっとかっこよすぎない、だってみんなかっこいいのかな。春川流星ってさ、めちゃめちゃかっこいい、春川流星は。でも俺が一番かっこいいのかな。いや本当だね、アキラとか小一郎とか龍之介とか大久保進とかさ、すごい、まさきとかだったもんね、俺だけ、うん、だってこの人さ、安藤まさきって名前じゃん、お前内藤まさきって近いじゃんだって山田慎太郎とか名前いろいろ近い、でも俺だけなんかかっこいい、春川流星、佐々木小一郎、小一郎とかさ、ね、え芹沢明とか。お前は？俺春川流星。かっこいいじゃんよめちゃめちゃかっこいい。今なんか今二十歳のインフルエンサーみたいなさそうそうそう、そんな名前でやらせていただいたんでね、いやもしよかったらね、今パラビで見れると思うので、はいはいはい、ぜひよかった興味ある方は見てください。以上、チャンネル登録高評価、違う、以上春川流星でしただろなってないんだそこに、以上春川流星でした。誰だよ。チャンネル登録、高評価、お願いします。